何やってんだっていう感じなんですけど、スポルティングのスポルティングのパーカー、俺たちの国にはルイ・八村とかユータ・渡辺とかトッププレイヤーが活躍してるからね。ああおめえちょっと調子いいぞ、オリンピックに便乗してバスケかよってバスケットボールかよっていう感じなんですけど、これはスライ、ミスタースライさんが来てたから、ちょっと、あ、ミスタースライが来てんなら俺も着ようかなと思って。それでね、ミスタースライのレコードクローゼットの中を覗いたら、これ、映る？ジェームス・スポルディングっていうアルトサクソフォンプレイヤーが映ってる、全部。いるでしょ？あ、それでスポルディングなんだなぁと思ったんだよ。ジェームス・スポルディングね。で、そうだな、今バックでかかってるのはミスター・スライが途中まで作曲してる曲なんだけど、まだ完成してない。俺はアシスタントで、実はミスター・スライはファンキーなソングライターで、まあ作曲家なんですけど、俺は実はスライじゃないんだな、ミスター・スライではないんだ、俺はミスター・スライのアシスタントなんだよね。下っ端なんだよね。アシスタントディレクターっていう、まあ風呂になかなか入れねえっていう感じなんですけど、ミスター・スライにはどういうかな、ミスター・スライは病院に入ってて、きついっていうか、ヘビーな化学療法を受けてるんだな。俺たちの国の化学療法っていうのは、政府や行政の基準が他の国よりものすごくヘビーで重たくて、化学療法でかなりぐったりしてるから、ミスター・スライはゆっくりしか曲が作れないし、病院の中でいろんな規則にがんじがらめで大変なんだ。で、まあ好きな音楽も聴けないんだな。地元のラジオがよく地元愛だとか、地元じゃなくても地上波の全国区のラジオやテレビがものすごくミーハーっていうかな、なんていうの、宣伝費をたくさんかけられたりとか、テレビやラジオに出るチャンスのあるミュージシャンの音楽しかラジオで聞いてないんだね。だからミスター・スライは家に帰って早く自分のレコードクローゼットからレコードコレクションをちゃんと聞きたいんだよね。こういうね。だけど聞けないから、まあミスター・スライこいつは結構使えるやつだっていうか、ミスター・スライに便乗すれば、ミスター・スライが聴いたら、他のやつも聴くんじゃないかと思って、まあ、ミーハーなタレントや、クラシカルミュージックがかなり便乗してくるんだけど、まあ、で、ミスター・スライは、化学療法で体がきついから、ビートの聴いてない音楽とか、ビートが複雑で聴いてない音楽とか、そういうの苦手なんだよね、化学療法の影響でね。で、まあクラシカルミュージックは実は苦手なんだけど、まあミスター・スライと同じ境遇だったラフマニノフ、まあ日本語ではラフマニノフなんだけど、まあものすごく脅迫されたから、まあこの人メンタルクリニック、メンタルホスピタルで、メンタルの病院で、だいぶ長いこといたらしいんだけど、まあこの作曲家はなんとかメンタルのハンデキャップを克服したらしいっていうね。ミスター・スライの家系か。ミスター・スライの家系は山本っていうぐらいだから、まあ山本とミスター・スライの家紋っていうのがあるのね。家紋っていうのが日本にはあって、あ、家紋かよ、って。家紋ってなんだって。まあ、アイルランドとかの家の門とかに、丸いのがマークがついてんじゃん。
あとあのスコットランドのタータンチェックの模様でその人の家の家系がわかるっていうね。で、まあ、家紋を調べてみると、昔ね、大昔だよ。ひいじいさんのひいじいさんのひいじいさん。うん、だからもう、遠い先祖が、朝鮮半島の、朝鮮半島の外交官だったらしいんだな。まあ、日本人ではあるらしいんだけど、で、まあ、俺は、ミスタースライは、ハングルは喋れないんだけど、まあ、家紋ね。まあ、タータンチェックっていうことで、バグパイプを吹いてる、ルーファス・ハーレーっていうのがミスター・スライの、レコードクローゼットにあるんですけど。ミスター・スライがよくここで演奏することがあるんだけど、まあ、たまになんだけどね。ここは実はミスター・スライの家じゃないんだよ。ミスター・スライの親友の親戚の家なんだ。ミスター・スライの親戚は宮大工さんで、宮大工っていうのは釘を使わない、大工さんなの。で、ミスター、友達の親戚の大工さんね。それが釘を使わない、大工さんで、まあ、ミスター・スライの家系っていうのは、ひいじいさんが、おきやさんって言ってわかるかな。おきやじゃないよ。おきやっていうのは芸妓さんを囲ってる、まあ、いわゆるピンプみたいなもんなんだけど、ピンプか。芸者さんかか、おきやじゃなくておけやね。おけやさんって言って、おけ、樽を作る。ひいじいさんは樽を作ってる人だったんだ。で、まあ、樽を作ってて、風が吹けばおけやが儲かるっていうか、まあ、風がたくさん吹いて乾燥すると、桶が緩んで、で、桶屋さんの仕事が、儲かるっていうね。ミスター・スライはめったに歌を歌うことがないんだけど、いつか病院の中で俺が見た、目撃したのは、一人で喉のフィルターを開いたり閉じたりしながら、ビブラートさせて、バイブレーションさせて、上手な歌を歌ってたよ。俺が真似したんじゃミスター・スライにはかなわないんだろうけどさ。My only weapon in the band I'm a songwriter The poetI'm a songwriter, the poet. My only weapon is the pain. I'm a songwriter, the poet.俺が何してるかって言うと、シーシャをくゆらしてるつもりなんだよね。シーシャ？シーシャってなんだろうね。まあ、検索エンジンにかけてみてください。シーシャね。まあ、それでまあ、ミスター・スライは、若い頃、ストローでカクテルをチューチューするのが好きだったんだよね。まあ、チューチューっていうのは、まあ、チューチュートレーンとか言うと、まあ、汽車ポッポのことをチューチュートレーンって言うんだけど、まあ、チューチューね。ポッポって言う。ポッポっていうのは、ハングルでも、キスっていう意味があるんだよね。ポッポっていうね。だから、チューチューとポッポと、キスキスは同じ意味があるんだよね。まあ、チューチューか言って。まあ、カクテルをチューチューとこう、サックするのが好きだったんだよね。吸うのがね。で、まあ、こういう、ね。ストローが好きだったらしいよ。ストローって、まあ、わらっていう意味があるんだけど、麦わらっていう意味があるんだけど、まあ、麦わ、ストローね。ストローには、まあ、投票っていう意味もあるらしいな。それでも、それを見た、調子のいい政治家が、ミスター、スライに、便乗しようとして、
かなり政治家が便乗してくるんで、でミスタースライはもう政治の話は大嫌いで、社会運動家も社会活動家もあのこいつ使えるんじゃねえか、こいつを利用すりゃ社会運動盛り上げれるんじゃねえかって言って、まあ認知戦って言ってさ、あのまあとある国の国営放送があのしつこく社会運動を広めたくて、それであの社会運動を頭の中にこうラジオやテレビ聞いてる見てると、あのそれがもう頭の中洗脳されちゃうんだよね。で認知させるんだよ、頭の中に近くにこう入り込んでさ、それでまあこれは正しいとかこれは正義だとかいう、まあ洗脳されたやつらがあの抗議活動を始めたりとか、まあ暴動を起こしたりテロを起こしたりするから、まあミスタースライは社会活動家やあの政治家は大嫌いらしいんだよね。ちょっと困ってるらしいんだ。でまあ病院の中っていうのは規則がたくさんあって恋愛は禁止なんだけど、とりあえず女の子と話すのはあの許されてんだ。でまあミスタースライがいつか女の子と仲良く話してるところを見たけど、まあこういうアーモンドアイズのこんなタイプの女の子とか、こういうロングヘアの結構トっぽいのが好きなのかな、トっぽいと思ったんだけどそうじゃないらしいんだよね。物事をあの他のことに置き換えて曖昧にして自分がいつでも言い逃れできるようにするような女の子は嫌いで、はっきり物申す女の子が好きらしかったらしいんだ。はるこさん、いつも撮影ありがとうございます。今日の髪型似合ってます。で、そうだな。まあ、ミスタースライは病院の中では恋愛禁止だから、まあ、話ぐらいは仲良くしてもいいんだけど、あんまり長く話してると、規則でかなり、あの、禁止されて、あの、一人部屋に外から鍵のかかる一人部屋に閉じ込められたりするんだけど、まあそれでそうだね、まあなかなか女の子と楽しむチャンスはないんだな。でまあ女の子のことを思ってあの自分の部屋でキッチンから粗末な材料を取り出してカクテルを作ってんだよね。ブラックカウみたいなさ、ブラックカウってわかるかな。まあ、ルートビアにバニラアイスを乗っけたような。まあ、そういうカクテルがあるんだけど、ミスタースライも、俺もアルコールダメだから、ルートビア普段飲んでるね。ルートビアよく作ってるらしいよ。まあ、似たようなもん作りたかったら、コーラに、コカ・コーラとかペプシコーラに、バニラアイス乗っけて飲めばいいんじゃないの、カクテルね。でまあカクテルをシェイクしてんだけど、まあ女の子は物足りないかっていうとカクテルをシェイクしてるから、いつもねミスタースライが私のことを感じながら思いながらカクテルをシェイクしてくれてんだなと思ってリスペクトされてんだよね、ミスタースライにね。でまあお互い別の部屋でカクテルをシェイク飲んでんだよね、ドリンキングしショットしてんだよね。まあカクテルをチューチューしてんの。